ないもんか。兄貴、今年の優勝は俺たちがもらう。そうだろ。ああ。敦也、今日の試合何考えてんだ。サッカーはな、お前一人でやってんじゃないんだ。確かにな、俺一人じゃない。俺と兄貴の二人でやってる。てめえ、そもそもお前ら人数に入ってねえから。キャプテンの弟だからって息になりやがって。まあまあ、キャプテン、大体キャプテンがこいつを甘やかすから。それはそうなんだけど、まぶか君は敦也のプレーのどこが気になったの？はあ、どう見たってあれはまともなプレーじゃなかった。周りにいくらでもパスのチャンスはあったんだ。なのに誰にもパスせず突っ込んで、結局ボールを取られた。それを10回も繰り返しやがった、こいつは。俺たちのパス要求も無視だし。まあまあ、試合には勝てたわけだし。それはキャプテンの得点があったから、ある意味それに助けられたっていうか。じゃあいいんじゃない？よくないですよ。こいつはチームメンバーをないがしろにしてるんですよ。そうかな。まぶか君、今回の敵、石狩中の特徴を覚えてる？石狩中のですか？石狩中は全員が漁師の息子で、底なしの体力が売りだったはず。当たりも強いし、半端ないスタミナで、相手が疲れた後半に得点して勝つパターンが多い。確かそういうチームだったはずです。でも今日は、そういえば後半に得点したのはこっちだったな。そう、何しろ後半には相手の息は上がっていたからね。敵は前半の敦也の強引な突っ込みに対応せねばならず、消耗してバテていた。敦也は全試合全然試合と連続得点を決めている。相手のマークは完全に僕よりも敦也だった。当然敦也と僕のラインは塞がれていたしね。だから敦也は無茶な突っ込みを10回も繰り返して、それで相手を疲れさせたってことですか？チーム内でそれができたのは、敵選手全員に得点することを恐れられている敦也だけだった。それは本当か？すごいずら。やっとわかったか、ボンクラプレイヤーども。どうせお前らのおつむには子犬のようにボールを追いかけることしかなかったんだろ。やり？てめえ。なに、まぶか先輩、やるの？やめろ。染岡さん、お前らそんなに暇なのか？なんすか染岡さん、強化委員かなんか知らないっすけど、俺たちの問題に口出ししないでもらいたいですね。よそ者なんですから。敦也。はいはい。別に喧嘩を止めたいんじゃない。喧嘩なら後でゆっくりやれ。今は試合を見るんだ。試合？何なんだこれは、すごすぎる。これが青少学園。ちなみにこの試合では青少学園は実力の 30% も出しちゃいない。確かにこの試合にはあの人がいない。染岡君もよく知る、あの人が。その通り、奴が指揮を取ればチームは別物に変わる。あの人って誰？今にわかるさ。それでも僕たちは勝ちますよ、染岡君。ああ、もちろんだ。ハラハラしたわ。みんなには仲良うしてもらわんと。スポーツはチームワークが大事やっぺ。そうだな、仲良うせんといかん。それじゃ行くっぺな、ナエだな。今日の試合見とったら、うちもサッカーしてみとうなったわ。ほう、そうか。